ダニエル・ H ・ピンク。ダニエル・ピンクは、アメリカ合衆国の作家、文筆家。漫画学を高く評価し、2007年、日本の漫画を研究するためジャパン・ソサエティのメディアフェローとして、日本に滞在していた。できるやつに生まれ変わる6つのレッスンは、全編を漫画で書き上げた。過去観光物の焼き直しやアンソロジーでなく、オリジナル観光物を漫画のみで観光するという、 基書として、類を見ない挑戦である。近年は、社会評論、ビジネス関連の著書も多く、主な著書に、ハイコンセプト、モチベーション3.0などがある。1964年に、アメリカ合衆国に生まれる。オハイオ州コロンバス郊外出身。1982年、ベックスリー高校を卒業。ノースウェスタン大学卒業後、エール大学ロースクールにて、 工学博士号を取得。ビル・クリントン政権下のロバート来種の補佐官を経て、1995年から1997年まで、アルゴア副大統領の首席スピーチライターを務めた。その後、フリーエージェントを宣言して、ニューヨーク・タイムズやワシントン・ポストなどの記事や論文を執筆している。ダニエル・ピンク・グーグル、ミート・アワー1984とルーマン・スコラーズ、 ハリー・エストルーマン・ファンデーション・アーカイブド2012年4月26日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、イエール・ロー・アンド、ポリシー・レビュー・マスト・ヘッド、1991、フリー・エージェント・ネーション、ジャニュアリー1998、ありがとうございます。